はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ対象店舗で使って 10% ポイントバックキャンペーンということで、すでにこのキャンペーンは始まってるんですけども、まだちょっと僕ね、動画にしてなかったので、まあ簡単にまとめましたので、お伝えしていこうと思います。ということで、まずは概要からですね、対象店にて楽天ペイアプリでご利用で 10% ポイントバックということで、まあ気になる対象店舗なんですけども、こちらですね、まあ前回は福岡のお店がすごい目立ったんですけども、今回は全国的にあるお店がすごい多いですね。まあ見る限り様々なジャンルが目立ちます。まあ本屋さんだと、純駆動や丸善、靴屋さんだと、シュープラザや東京靴流通センター、で、居酒屋だとワタミ、あと、宅配サービスだとスカイラークグループのガストやバーミヤン、あとはピザーラなどということですね。で、ポイントゲットの流れはすごいシンプルですね。まあ、専用のページからエントリーして、ステップには対象店舗のお店で楽天ペイアプリでお支払いという感じですね。で、期間&上限ということなんですけども、キャンペーン期間は先ほどもお伝えしたように、6月の3日から7月の1日までということで、もうすでに始まってるということと、ポイントの申請日は2019年の8月末日頃ということと、あとは、まあ、もらえるポイントってのは期間限定ポイントというふうになっております。で、今回のその上限のポイントは、1人1000ポイントまでというふうに決まってます。なので対象店舗で1万円分のお買い物をしたら上限までマックスもらえるということになりますね。で、補足なんですけども、こちら公式ページにあったんですが、楽天ペイアプリに設定可能なカードは全ての楽天カードおよびその他のビザ、マスターカードになりますということなので、まあ、今回このビザプリペイドカードの、まあ、キャッシュと組み合わせてもまあいいのではないのかなというふうに思いました。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。楽天ペイで対象店舗で 10% 還元を受けることができるということでした。もしですね、対象店舗でお買い物の予定などがございましたら、もうぜひこのキャンペーンを使ってみるのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。